HS
HY のコピーをしてらして、で今回 HS 東ソング、東ソングをこよなく愛する琴岡さんらしいネーミングだと思うんですけれどもね、今後のご活動のご予定などは。今のところは特にありません。はい、この皆さんもまた同じ赤い T シャツなんですけれども、皆さんもトミーズ音楽工房の生徒さんですか。はい、そうです。トミーズ音楽工房さんで発表会とか何か。ライブをさせていただきますので、もしよろしければご参加お願いいたします。入場無料です。入場無料だそうです。香港上海銀行というのはですね、ちょっと古い建物なんですけど、アンティークで、だけどとても雰囲気が良くて、音もね響いてですね、とても心地がいいアコースティックのサウンドをね繰り広げられるということなので、ぜひですね皆さんお越しください。それではですね、最後にですね、まず、戸川さんに今回のコンセプト、絆とは、戸川さんにとっての絆とは。ですね、私にとっての絆は、いろいろなことを普段乗り越えて得られるもの、家族だったり、こうやって一緒に歌を歌わせていただいた仲間だったり、そういうものだと思います。ありがとうございます。では琴岡さんにもですねお伺いしたいと思います。琴岡さんにとってのあなたにとっての絆とは。人と人とのつながりだと思います。こうやってバンド仲間であったり、こうやって会場に来てくれる、いただけるお客さんだったり、その人たちとの